おはようございます。今日もですねアメリカタイム終わりました。それではですね、ドル円のねテクニカル解説からしていきたいと思います。今日はですね値幅的には 75.9 ピップスですね。比較的大きな動きとなりましたが、アジアタイムは横横だったんですが、欧州タイムでですね81円20銭ぐらいですかね、20銭ぐらいのところで、下落しましてですね、そのまま一気に売られまして、80円50銭ぐらいですね、ちょうど S2 をサポートに、小反発しましたが、そのままほぼ終了ということですね。これが15分足でして、1時間足で見るとですねこんな感じになっておりまして、ずっとあれですね先週から下落トレンドが続いておりますが、今日もですね安値を割り込んでですね、S2 まで来たという 80.5 ですね。これは80円割れも、近いんじゃないかなというような感じですね。上はブルーの50円目、ボリンジャーの上限などで、抵抗体になっておりますね。そして日足で見るとですねこんな感じになりまして、ちょうど半値戻しを割り込んできてですね、次のターゲット80円割りじゃないかなというような感じですね。まあ、今日はですね、金も5州ドルですか、オーストラリアドルも軟調に推移しまして調整に入っていますし、株アメリカ株も調整しておりましたね。まあ、そのあれ反動でですね、反動というか、まあ、それと一緒にですね、円も買われてドルが売られているような形になっております。そしてですねユーロドルに、見てみたいと思います。ユーロドルのまず15分足ですねから見ていきたいと思います。これは15分足、今日は 165.1 ピプス、大きな、比較的大きなですね、最近では大きな値動きになりました。アジアの寄り付きでまず一旦下に落とされましてですね、まあ、S1 まで行くこともなくですね、1.4777 ぐらいからですね反発を始めるとずっと、もう欧州まで、欧州の寄り付きまで上昇してきまして、その後欧州で一旦、横横になりましたが、アメリカタイムに行くとまた一気に上昇というような形になっておりますね。しかしですねこの 1.4935 ぐらいですかぐらいからダブルトップをつけると一気にですね一手口になりまして、ピボット付近でですね一旦サポート200円目もありますが、トリプルサポートですね、ボリンジャーの加減と。で、一旦反発しますが、ブルーの50円目でもう一回跳ね返されて、ほぼピボット付近で終了と。上下に大きく売れるですね、展開になりましたね。これが15分足でして、1時間足で見るとこんな感じ。ちょうどですね、ずっと、まあ昨日も言いましたが、4日間ですね、このなかなか 1.49 を割れなかった、超えられなかったのが一旦 1.49 を超えて、このね超えたんですが、まあ、フォースブレイクアウトですね、よくあるパターンですが、抜けたと思ってみんな買いに走るとですね一気に全戻しされてしまうというね、もう完全なフォースブレイクアウト、これに引っかかった人、まあ引っかかったというかね、ストップかかっちゃった人結構多いと思うんですが、まあ、あれですね、まあ、下から来たんでそうでもないかなっていうのはありますね。ここから上昇してたんで、もう150ピップぐらい上がってるところでねフォルスブレイクアウトなんで、ああこれはフォルスブレイクね、これ騙しじゃないかなと思う方もいっぱいいらしたんじゃないかな、だからこのね売りが入ったんじゃないかなと思いますが、まあ、ピボット付近でこちらも終了、
値幅的には 165.4 ピップスですね。そして4時間足で見るとですね、4時間足ね、ずっと先週からも横だったんですが、このフォルスブレイクアウトでちょうどですね、ここの今日の、高値がですね、この上昇分のフィボナッチエクステンションの 161.8% で跳ね返されていると。そしてこのブルーのトレンド、まあ、これはあれですが、ちょうどピボット付近でね終了しているというような感じですね。そして、日足で見るとですね、こんな感じですね。だんだん陰線が増えてきたというねような形。そして週足で見ると、まあ、辛うじてまだ同時状態であるという感じですね。以上がテクニカルでして、まあね、今日は金ゴールドも、アメリカ株も調整に入ったので、まあ、円は買われ、まあ、ドルも買われという感じですね。あ、まあ、ユーロドルはユーロは売られというような感じでしたね、まあ、そんなところです。そしてですね、簡単にまた見ていきますとですね、ブログはですね、こちらかな。でデイトレーダーロックスターさん、今日ね休暇から戻ってきましたが、こちらね、アメリカ株についてですが、まあ、アメリカ株でもね、テクニカ、あの為替のテクニカは一緒なんで、まあ、そしてこの方はスイングトレーダーですが、まあ、スイングでもね、デイでもスキャルでも、時間軸が違うだけでね、見方はテクニカルの見方は一緒なんで、とにかくこの人はパターンで、トレンドラインとかチャンネルとかね、あとフォーリングウェッジが得意ですからね、もう為替でもね、やっぱり切り返しのところで入っていくから、ね、反転のところを狙って、でデイトレスキャロパーなんかも反転を狙って、大きくて取りたいなという思うような方にはね、ちょうどいいんじゃないかなと思います。そしてですね、こちらね、今 YouTube と YouTube なんかもね、毎日、まあ、モサテの予想と、為替のテクニカルは毎日アップデートしてます。なかなかあんまり人気が出ないんですが、まあ、あんまり変なことばっかり言ってるから人気が出ないと思いますが、まあ、そうじゃなくてもね、福島の、ね、原発の話題とかね、海外 の、 その、学者とかね、指揮者の方の意見なんかをね、日本語訳で、ビデオにしたりすると結構人気が出るし、まあ、あとテクニカルもね、ピボットなんかやっぱ、フィボナッチなんかはね、結構フィボナッチのビデオとかね作ると結構人気が出るんで、まあ、そういうね海外の話題とかね、そういうテクニカルの解説とかそういうビデオをね作ってね、わざわざね、パンローリングなんかそうですが、海外のね本をね翻訳してね、アメリカで、買える値段の3倍ぐらいのね値段取ってね、やってるパンローリングとかよくありますが、まあね、そういうのに引っかからないようにね、もうそういう情報をですね、どん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 ねビデオにして、ね、流していこうかなと思います。まあブロガーなんかもね、もうインチキブロガーばっかりでね、日本の場合はね、ランキング見てみればもらえばわかりますが、もうなんかランキング1位でどうしようかなと思って見たらね、もう9割以上がね、FX 業者のね、勧誘のブログでね、そんなのがね、ランキング1位のわけないでしょ、どう考えてもね、組織票でね、ランキング業者に金払って、まあ、1位とかやらせてるのかもしれないですが、まあ、本当にね、日本はね、そうやって不正ばっかりでね、もう僕もね、本当に東京電力とかね、東京大学だけじゃないんですよね、本当に不正は。僕の知ってる知り合いの方でもね、まあどことは言いませんが、パナソニックのね、パナソニックで30年も勤めてたとかいうのがいますが、その人が酒でも飲み始めるとね、必ず言うんですよ。もう僕はね、
会社行くのもやで、もう上司の顔見るのも毎日嫌だったんだよとか、30年間もパナソニックでね勤めてる人がいたわけですよね。そんなに嫌ならいくら辞めればいいじゃんとかね。そのくせね、松下幸之助さんはどうのこうのとか、神様のように宗教のように松下幸之助はどうのこうのって、そのくせ30年会社行くのも嫌だったとかね、本田宗一郎はどうのこうのとかね、全くね、日本のものづくりはどうのこうの、そんなね、いじめられてね、ね、そんな辛い思いしてね、何が楽しいの。本当にね、あの断交の世代っていうんですか、よくわかんないですけどね。まあ、それだけじゃないですよ。もうね、そういう企業とかね、もう政治家もとかね、もうそういう腐敗ばっかりでね、そういうのじゃなくてですね、もうビデオをね、本当のことだけをね伝えるようなビデオをね作っていきたいなというふうに思いますのでね、よかったらどんどん友達登録とかしてくれるとありがたいです。こちらの Facebook もね、いろいろおりますんで、まあ、やっぱりね、外国人の人とかね、この人なんかも結構ビデオ見てると面白いですけどね、素直にね正直に話しますからね、日本人ってなかなかそういうふうにね素直に話したりしないと、みんな嘘ばっかりごまかしますからね。さっきのパナソニックの話題じゃないですけどね、パナソニックに勤めた人は僕にね必ず言うんですよね、このことだけは絶対お客さんに言うなよって、ね、このことだけは絶対お客さんに喋っちゃダメっていうわけですよ。そんな嘘までついてね、物を売ったり商品を売ったりするんですよ。パナソニックの人でさえそういうこと言うわけですからね、もうね、日本がどれだけ腐ってるか分かる、それだけでも分かるというね、まあそういうね嘘偽りのないのが、まあアメリカのいいとこなんでね、まあ、このね Facebook なんかもね、いろいろそういう人たちをね、本当のことを言ってる人だけをねどんどん紹介していきたいなと思いますので、よかったら友達を登録していただけるとありがたいです。まあ、そういうことでね、あと今週2日ですか、まだ、雇用統計控えてますのでね、いっぱい動くと思うんで、気を引き締めてですね、負けないようにですね頑張ってください。それでは失礼します。